お疲れ様です。今日はですね、こちらのマジアチオールブレイカーやっていきます。テンプレのバルキリーの奥がですね、文句になった方がちょっとここ最近いるので、こちらでやっていこうかなと思います。で、マジアチオールブレイカーね、前々シーズンぐらいから2シーズンぐらい前に、世界1位もね、実際取られてるんで、それはマジアチャスケバルキリー型かな、平均 2.9 の、方なんで、チャンピオンなしで世界一も取れるね。夢と希望に満ち溢れたデッキでもあるので、極めがいがありますよっていうので、非常におすすめをしております。そんな、マジアチオールブレイカーの今回はね、文句型というわけで、やっていきます。なぜ文句なんだろうって話なんですけど、俺もそんなわかんないっすね。謎にいます。てか、文句5個差になって、全然見なくなったんですけど、これいっちゃおうかな。なんか地味に最近です。これ即固まれば今5跳ね返してましたね。何のための文句やと文句を使いこなしてないんですが、ここ最近なんか地味にいる感じですね。ほんと地味にで、20戦ぐらいするといらんな。これ1回当たるかなみたいな。20戦で1回で全然っすよ。いやー痛いけど無理やりにでも近畿道。結局ね、やっぱクラルワなのかこのデッキなのか、もう無理やり突破するっていうのは大事なんだよね。今のも無理やり近畿道、無理やりマジアチで取れないでダメージ稼ぐ。文句オールブレイカーで無理やりなんか反射してねみたいな感じの無理やりプランでいきましょう。とりあえずなんか文句の後ろにウォールブレーカーつけて固まっとけば、やっぱそこに対して相手はね、めっちゃ頑張るやん。ウッドとかを使うと思うんですよ。でも今回スケートみたいですね。なので攻め取るので突破してあげて固まる。で反射でダメージを稼ぐ。でここホグ来るとマジで無理、本当に来ないでって祈りながら。雪玉ですね。やばい。やばい。完璧すぎる雪が。ホグバレルか。デッキは分かってしまうみたいなとこありますよね。5だったんで、ちょっと高めでしょ。やめて。矢の目もあんのあんた。3スペなんだ。やべ。全然見えてね。いて。5来そう。で、スケルトン、ブタイマンもありそうな。さあ、ちょっと相手がめちゃくちゃ呪文が多いので、ユニットに位置を気をつけながら。うわ、呪文削りえぐい。ちょっとこっから耐えようか。てか文句で跳ね返してえな。ウッドですら跳ね返すの。ウッドなんてねえか。これだってさ、跳ね返せるってことだよな。これと一旦バルキリー。そっちじゃない。これは熱くね、マジで熱い。で反射もしてるから、よしマジ無理やり、結局無理やりね。バレルやべ、守れ。さあ無理やりダメージを稼いでなんとか追いつく。結局これまた端前文句系か、端前文句混ざりかだ。来た、これだ。で固まって、素晴らしい。それでもでもあいつ下がった。おバルキリーセクシーな背中がにゃーぶねーってやつです。マジ鬼無理やりチンパンデッキみたいになってるんですけども、まあ多分これが強いんでしょうね。だから序盤のとこでね、マジアチャ出して、文句出して即凍ってれば、固まってればみたいなところがあったんですね。ちょっと文句の反射を、もうちょっとうまいこと使えると、もっといい気もするが。さあ、おー、マジックアーチャー。同じかもっすね。お。いったん、おー、これは近畿道できるぞ。美味しい。させてもらって、トルネ来たら、ああ、そっちか。キング起動できたので、でかいが、相手もキング起動できそうだな。うん。さあ、反射。反射がヘッポコだな、でも。なんかすごい微妙でしたね。あー、マジで槍ゴブリン釣られるんだね。めちゃくちゃ優秀やん。さあ、ボムでしばく。今回の相手はゴーストユーノか。うわ、ムートもいる。うわ、なんか陸が多い変なドリルっすね。うん、まあだ、文句で反射できるのはちょっと強そうだな。一旦普通に守る。うん。さあ、で呪文はこれできね、入ってないんですよって勝手に思って、読み呪文警戒のウォールブレイカー一発いってらっしゃい。あ、しかもこれありがたいことに文句で反射できそう。お、反射させていただいて、あ、トイレもうちょっと奥までやってほしかったな。え、マジゴリラチンパンしてる。でもこれが強い。さあ、少々ええねと、ここもう行っていいっすね。なぜならうちには文句がいるんで。さあ、トルネも使った、反射もして、お、これ全て反射するからウォールブレイカー。ああ、綺麗な綺麗な樽でございますね、お主。なんか相手ヘナチョコトルネしてるな。やべ、ヘナチョコウッディしてるよ、俺も。やべえヘナチョコ対決してる。これでダメージを稼げるのがちょっとでかい。よしよし。しかもマジアチも処理できる。これちょっと入んのなんか納得いかんな、さっきから。あ、でもこれそれなんか勝てそうだけど、どうなんだろう。周りがめんどいですね。うん。さあ、今のピンチをこんだけに抑えられたので、これ8枚文句オールブレイカーまで見えんな。痛そうじゃない？樽とかもね、打ちにくいですからね。やべ。よいしょ。さあ、危ない。反射。うちのマジアチャ傷つけさせません。さあ、文句が欲しいね、うちは。ゴルナイいないのマジ救いっすね。ゴルナイいるだけでもうどんだけ変わったかっていう話よ。ゴルナイいないだけでこんなになんか止まるんだっていうね。さあ、さすがに勝ったっすね。記念マジ打ちでもして。うん。いや、これでも文句じゃなかったら、まあ、バルキリーでもさすがにこんぐらいか。でも文句だからこそちょっと気楽に戦えたよね。たまに強いかんな。文句の警戒だけど誰もしてないから。まあ、あとはあれかな。エレジャイもめっちゃいるんで、エレジャイをこうノックバックできる。3回目の攻撃でね。一応後ろに下がれよってできるのは強いかな。まあ、バルキリーの安定感と比べれたらね、どうなんだろう。じゃんけんグーの人だな。さあ、取るね。エレジャイかあ、いいか。しょうもな。マジしょうもねえことしてる。やばい。フェニックス来い。お、これタルババまで来い。ういそんなにいいんすか。やばマジで文句みんな知らないだろ。久しぶりすぎて、あ、やべえっつって例えば転がっていったぞ。久しぶりに見るとみんなああなんのかね、びっくりだな。さあ、そしてなんかデリバリーがある。でもこれなんか適当に置いてトルネデスぐらいで守れそう。ウッドでも守れんのか。ウッドからの文句ノックバック、ういからのもう一回やってみる。いや、さすがにもう一回がなんか綺麗に守れる。だからタルを使わないプランで今回は。そうだね。あー、ただただいい防衛だな。あのゴルナイ、ちょっとこっちにあってキングギドッシュ。よし、はい、内側に来たんでね、あなたで次からは研究してるんでレジェンド守りやすいよと。クラロワをうまくなるなら、エリハークとかコストハークとかじゃないです。序盤でキング起動です。はい。いや、暇なんでウッド打ってくる。そうですよね。知ってました。まあ、文句出しとくか。強いし。あれでゴルナいたっけ？いたな。で、ライトニングとかにはね、別に魔獣ちゃんあんま意味ないんだよね。ただただ固まる。あれ待って、やばい。ゴルナイがさあ、まさかのゴルナイが一回なんか走ってるさ、素振り見せてなかったっけ。走ってなかったのかなあれ。あ、だからそれ入れさせてくれるんだっていう思い。さあ、文句の反射が終わるんじゃない？文句の反射でお主で、こっちにフェニックスが来る。来ない。あ、ダメ。はい、ゼロ。よし。でかいな。いや、文句4コスだったらね、もっと壊れだったのに。懐かしいな。少し前が懐かしく思える。フェニモン地獄。冷静にぶっ壊れだったな。冷静にね。あの時のクララは楽しかったな、でも。楽しくねえ人がほとんどだろうけど、乾燥してる野郎どもはあのフェニモン環境楽しかったかな。飽きてはいたけどね。さあ、またホグ使いのような人が来ましたが、どうしようかな。まあ、ロキ打たれてもいいっていうのは強いな。跳ね返せばいいんじゃない？てか、最後500ぐらいになって600圏内になった時に、相手は勝ち角だと思ってロキ打ってくるのを文句で跳ね返すが理想っすね。おお、ホグマルチェトルネバルキリ一緒。さあ、これにファルチを相手は出したいが出しにくいというか、これオルベカつけたらさ、てかあれがなかった。それで痛いって。あー、固まれんかったー。惜しいね。少しで固まれてたんですけどね。そう、ホグライトニングだ。なんか珍しいですね。あー、しかもテスラだ。さあ、となると厄介だな。せめてファイボであれ。せめてロケであれ。ファルチャいそうだな。めっちゃ隅に置いちゃおう。うん。おー。いいっすね、そのファルチ。幸せになれそう。お互い。よし、一旦ね、ファルチェ、このままマジアチェがさ、タワーまで。うわー、角度が。ちょっと悪いっす。ライトあんのか。絶対ゴブリンまでつけてくるっすね、豚の後ろに。トルネ警戒なんで。いやー、槍ゴブリン優秀だね。もうゴリゴリいきます。何も怖くないです。あ、テスラだけ怖いというか嫌です。いや、これを読まれ、あ、もうでも射抜きたい。何があっても射抜きたい。もうゴリゴリいきます。ライトニングとか関係ないし。さあ、マジアチャ。ああ、危ない。罠になった。トルネードとかはね、反射できないんでね、さすがにね。トルネード反射とかも言われたら意味わかんないか。さあ、ライト決定が来る。さあ、うざめの。うん。あ、マジで、相手、意識高えな。しっかり切り返してお願い、反射させて。いやー、マジでめちゃくちゃボムタワーにライト打ちたい人やん。いやー、ファルチェトルネも怖いっすからね。いやー、なんかもっと違うんだよな、俺も。あ、でもやばい、それガチでやばい。だからですね、うわ、うまっ。おい、それ読むなよ。いやー、これライト削りが強いっすね。うわー、惜しい。ワンチャン惜しい。さあ、これ文句で勝てなかったからな。バルキリーだったら無理だったか。これ何で削られたんっていう。マジ多分ライトニング、あ、ホグがちょいちょい入ってたのか。ああ、もったいなかったですね。いや、マジ反射できないカードはね、下放されてほしいな。マジテスラ嫌いです。大砲とかボムはね、文句からしたら全然ね、もう全然いっぱい流行ってくださいって感じだな。さあ、おお、来た。20回に1回まれに来るんすよね、文句が。ティアン。さあ、お互い反射ゲーミング。おお、バルーンちゃん。バルーンもんか、レアですね。おっとボムタワー何してる、さすがこれキング起動ですよと。からのあーもうタレ使っちゃったか。一応ここでなんかこうあートルネはねあんま意味がないんだ。うん、さあランバルモンクです。いやモンク当たるのなんかでも嬉しいな。そうランバル文句ですってマジで珍しすぎてやばい。どんなデッキっていう、何を反射すんねんっていう。いやでも俺これマジアチいるわ。俺マジアチ反射しちゃうっすね冷静に。ああモンクフェニックスの人だ。ちょっと時代が微妙に古いっすね。さあ微妙に古い人来た。ライドラおーなんかマジであボーラーフリーズのさやつやん。いやめっちゃ古いやん。何今更。さあ削ってく。なぜならボムタワーがあるから。でもフリーズあったな。でもキング起動もしてるし。これはいるんですねトルネードが。私の目にはいらないように見えたんですけどいるらしいです。はい、ゴリゴリいってね。あめっちゃいってるよ。いやーこの魔術行きたいけどね。文句来そう。ういあやべ文句来た。まあでもみたいな。結局この後キング起動とかトレネなんか引っこ抜いちゃう。おおなんかいや爆弾多すぎて分からんし、なんかめっちゃいってるしめっちゃチンパンする。おいさあフェニモンの人がいましたね。さすがに今はねそんな強くねえよ。あくび投げる。さあポルカさんなんかかわいいな。よろしくからのディガーまでいっちゃいます。さあタルババユーノおユーノ AM いいな。タルババユーノがもう30子いいっすね。そしたら3子か人技か2択っすけども、もう3子あでも俺文句やん。あっつでもエリコンがいいな。30子はねあれ人技か。そしたらこれだってウォールブレーカーつけてエリババ防衛だけやだみたいなね。はい。いかっつこれガチやばい。みんな文句多分見たことない。久しぶりすぎて忘れてる。ああこれ金魚だ。ああさしてくんないっすね。家のだけやっちゃえばよかった。久しぶりに文句見てね。あそういえば反射あったわっていう、このタルババとかに反射されて今思い出してるわ。あごつさいと熱いあエレキ。さあ早めに金起動しちゃいます。金起さえしちゃえばね別に何も怖くないですからね。これやばい入んないから、ね、いやー天才的な。あ入るんかい。えっぽこでした。文句は固まりたい。あこれは射抜きたいが左サイドだからそんなにいいんだな。あまあ30子の方が怖かった。さあ適当に受けていきますか。あ文句あるんでね。おいしいマジアチしばいてこれでダメージ稼いでいこう。あと文句の反射だけで勝てそうですね。さああいつマジで何なんだろう。なんか何も出てこないですよね、中身的な。ああ、入れ物出てきたんですね。まあでも全部止まるっすね。さあ、からの来た。もう文句圏内、呪文圏内、カルババを。いやもう無理やりマジやっちゃ楽しみだな。あ、マジ邪魔してるあいつ。あら、文句が固まって、ああやばい、全然負けれる。おー、ぶーマジで危なかった今。やり込みマジアシャに疲れてさ危ねといったところで、こちらの文句、マジアシャオールレコーの皆さんやってみてください。まあ、元はバルキリーでね、全然バルキリー型のがなんなら強いかもしれないんですけど、まあ文句は文句でなんかありだなと感じます。ぜひやってみてください。どうもお疲れ様でした。